はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。今日はこちらですね。ボンボン TV のボンボンスライム作ってみたです。先日の段ボールガシャ作ってみたと同じシリーズ、スライム作ってみたですね。はい。はい、じゃあ早速開けて作っていきましょう。よいしょ。中には説明書が1冊とプラスチック容器台、それとプラスチック容器小、あとおなじみだね PVA のりと薬さじ、放射と天然着色料、これが入ってましたね。はい、では手順通り作っていきましょうか。まずはこのプラスチック容器小に水を入れるんだって、結構いっぱいに入れるみたい、こぼさないようにしないとね、これがいいかな。そうだね。そしたらここに薬さじ1杯分の放射を水に入れてかき混ぜる。放射ね、じゃあこれの1杯分だね。そうそうそう、それぐらい入れてかき混ぜてください。放射が溶けきるまでしっかり混ぜようって書いてある。そしたら今度はこのプラスチック容器台に PVA のりをすべて入れるんだって。すべて入れるんだ。すべて入れるって書いてある。トルン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 だ。うお、ボニョンボニョン。本当だ。そしたらこの中に、水を入れるんだって。水、これだ。全部だよね、多分こんなもんかな。そしたらここに天然着色料を入れるんだって。これくらい、それぐらいで一回やってみようか。これどうすればいいの。それちょっとそこ置いといて。あ、すげえ。あ、すごい。水緑になった。こんな真緑になっちゃうの。あべ、これね、真緑すぎるみたい。ありゃ、色が濃くなりすぎたら色水の一部を捨ててから水を加えて色を薄くしようって書いてある。ありゃ、これ濃すぎたね。調整してきました。こんな感じかな。ちょっとでも濃いかな。まだ振ったから泡立っちゃってるけど。そしたら海苔の入ったプラスチック容器台にこれを入れてよく混ぜるんだって。これはごめんごめん。うわ、混ぜます。混ぜて、まだスライムじゃないからこれは。ゆっくり混ぜてね。スライムっぽくなってきたね。はい、いい感じに混ざってきたね。そしたらここに放射入りの水を少しずつ入れながら混ぜるんだって。じゃあ今度はパパお願いします。いくよ。少しずつ入れるから、じゃあ混ぜててね。混ぜて、どんどん混ぜる、よ。そういう混ぜ方になってきた。はい、どんどん混ぜるよ。はい、混ぜるよ。はい、混ぜてってるよ。お、すごい、割り箸にくっついてきたよ。あ、やばい、くっついてきちゃった。重くなってきた。はい、ということでできました。ちょっと失敗かな。思った感じではないね。でもできたね。できた。かなり海苔が残っちゃってる。確かに。なんか足りなかったのかな。混ぜが遅かったのか。ちょっと違うね。綺麗だね。綺麗。すごい綺麗。で、伸びるものも伸びる。本当だ。結構伸びる。あ、いいのかな、これで。いいんじゃない。でもね、かなり海苔が残っちゃってっからな。本当は手にくっついたね、海苔が。本当はパパね、これで姉ちゃんにこうべちゃってくっつけようと思ったの。やだ。これはくっつけらんないな。パパの顔とかにくっつけようと思ったんだけどさ。いや、くっつけちゃダメだよね。これはね、くっつけらんないね。ちょっとべっちょりしすぎちゃった。持ってみてください。はい。ビュルン。ちょっと海苔がすごいね。もうぬるぬるしてる。やめて。この漫画にね、なるさんがひんやりして気持ちいいってこう顔にやってんだけどね、その勇気がない。やってみようか。ちょっと一回やってみていい？べっちょってなった。べっちょりしてる。あ、だんだん固まってきたよ。ありゃ。あ、でもこれいいんじゃない？あ、だんだんなんかっぽくなってきた。あ、よかった。じゃあこれ揉んでればできるってことかな。いや、揉んでればなのかわかんないけど、ちょっとでも固めっちゃ固めだよね。この箱みたいな伸び具合には至ってないね。これはまあうちらの作り方が下手くそでしたね。はい。でもなんかちょうどいいスライム加減だよ。あ、本当だ。いい感じだと思う。ちょうどプニプニしてて気持ちいい感じ。これと同じこと言ってる。こんな感じ、綺麗だよね。うん、すごいいい感じ。伸びるし、ほら。確かに。でるん。やばいやばいやばい。やめて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 。はい、ということで今回はボンボン TV のボンボンスライム作ってみたでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバイ。うわ、やった。